おたけちく1月11日昭和11年6月2日は、明治から昭和期の浮世絵師、日本画家。いわゆるおたけ三兄弟の一人で、お、たけ子しは兄、おたけ国館は弟。生の読みを、おたけとする資料が多いが、これは誤りで、正しくは、おたけである。要出典明治11年1月12日、現在の新潟市に生まれる。本名は染吉。 父は、尾竹倉松。4歳で、南州派の笹田久も石に学び、地区派の画像を受ける。竹沖なともゴース。5歳の時には、襖絵などを描き、6歳の頃には、花鳥画を器用な筆パチで描き上げ、振動と言われたという。また10歳の頃から絵を持って、家計を助けたとも言われる。明治24年富山に移り、兄、国一と共に、生活のために、 売役版画の下絵や新聞、富山日報差挿絵を描く。主に役者絵や福絵を手掛ける。弟、国館が、小国民の全国児童画の一等賞を得たことを、縁に、富山から同志に挿絵を送るようになる。明治29年2月に国館と共に上京して、川端玉章に入門。日本絵画協会、日本美術院連合絵画共振会等で受賞を、重ね、 人気が高まる。当時、横山大観ら東京美術学校出身作家の作品の売価が100円から200円だった時代に500円の高値で売れ、これに気を良くした二人は腕力に任せて暴走する傾向も見られた。また小堀智音、ね、梶田じ半子に指示して山和絵を学んだとも言われる。明治37年に国画会で戦争展覧会を開いて、成長。 明治38年には若手作家を集合して大動画会を発足させ国画玉成会へ合流する。玉成会の一員として文典に出品することになり、今村志向、安田幸彦らと逸浦研究所に登留し、明治40年の第一回文典入選作、ラーフラを描く。ところが、明治41年10月、岡倉角造と、 玉政会の審査員を選ぶ主席で、岡倉が当時の人気と業績からすれば、後輩に当たる雪彦ら数名の青年を独断で指名しようとしたため、衝突する。憤慨した竹派は国画玉政会を弟の国官と共に退会し、以後、岡倉はじめ派とは他元を分かつことになる。岡倉は、お竹兄弟の才能を認めていたが、彼の考える日本美術の特色。 総霊で優美さを求める高い志を持とうとしない、兄弟に不満を持ったとされている。その結果、日本画界からは締め出された格好となった。明治42年の第3回文典で、竹狩りが3等賞、明治43年の訪れや明治44年の水が2等賞と注目を浴びるが、台頭してきた。 学校派との根強い対立や二人の単純で荒削りな性格が災いして、大正2年の第7回文典には兄弟揃って落選、同年に兄の小指導、弟の国館と合同展覧会を開く。この文典落選の原因が美術行政制度にあるとして、大正4年には衆議院議員に立候補するも落選。この時生じた多額の負債が、 ご半生の没落の契機となる。借金返済のため、波に朝日ばかりを流れ作業のように描く乱作で、自ら画面を落としていく。一方、一連の出来事で、竹葉は自らの画業を見つめ直し、新たな画業を模索し、それまで描かなかった実験的な作品を、辰見画会などで発表する。大正末には未来派に接近。 全英グループ八花会を結成するなど再起を試みた。特にその第一回転では出品作七十九点中五十九点が竹葉作品であり、意気込みのほどが伺える。しかし、八花会も第三回転で終わり、後の定点では無観差になるが振るわず、晩年には目黒が女演の装飾を多く手掛けた。昭和十一年六月二日帰還しぜんにより没。 美術史、美園ボリューム43の関東特集、君は、おたけ三兄弟を知っているか。にて、おたけ三兄弟の時系として紹介された。国際浮世絵学会の機関誌、浮世絵芸術、三兄弟の地元の新潟日報や北日本新聞でも美園の特集を評価。全国に潜在していた、ファン、コレクター、研究家、美術館、骨董賞から注目を集め、 全国規模の解雇展を望む声が上がり、現在につながるお竹兄弟画業を見直すきっかけとなった。2018年2月16日から3月25日には、富山県水墨美術館で生誕140年お竹畜派展が行われ、新発見の作品を含めた作品が並び、改めて畜派の画業の多様性と確かな画技が示された。ありがとうございます。